ファウストでエルヤルファウストでエルヤルイデスビサは、スペインの科学者である。1783年、兄のフアンホセでエルヤルと、タングステンの単離に成功した。スペイン北部のログローニョに生まれる。パリで教育を受けた後、ドイツのフライベルク鉱山専門学校で、夜勤学などを学んだ。スペインのベルガラの神学校の教授になった。1783年、ベルガラで、 鉄マンンオ大シから分離したタングステン産を目単と一緒に強熱してタングステンの管理を行い、鉄マンンオ大シのドイツ名にちなみ、ウォルフラムと命名した。この名はドイツで今も用いられており、タングステンの元素記号 W の元になっている。国王の命令で、メキシコの王立鉱山院の長官に任命されて1790年頃、メキシコに渡った。 1821年までその職にあり、新大陸での鉱山技術者の教育などに尽力した。ありがとうございます。